入ってくる。東野がシュートを金を抜いて決まりました。オープニングゴールは石田。小山行った、カットイン決まりました。ナイスプレイ。ビッグスター東京、バックパスからドイレミアンジのショート、サイドネット突き刺した。レミさん強運得点目、チームが開幕しているというような話もありました。さあここはしっかりセーブ。開幕陣遠くへ振って細川勝負、インを抜きました。ところですね、そうですね、早い段階で進めないと。おー、ナイスプレー。ここは見事に決めました。パスを振ってランスを回す、アガリエのシュート決まります。インを抜いた、アガリエ優斗回転してシュート決まった。素晴らしいプレー見せました、ファンタジスタ志田4分。素晴らしい背面パスからのピボットへのプレー、左へ。ここでスカイプレーは合わないが、リバウンドボール惜しかったですね。はい、ステップ4歩以上歩いてしまいました。ハンドボールは3歩までしか歩くことは許されません。そしてここで試合終了。